こんにちは、日向陽一です。今回は離婚回避したい妻のためのアドバイスということでお話をしていきたいと思います。これクライアントさんのある女性のために、女性のクライアントさんのために撮ってるんですけど、ご主人との関係の中で、自分が全部悪いと思ってたと、ご主人から離婚を言い出されて、で非常に動揺されて、とにかくごめんなさいと、私が悪かったわっていう感じで、捉えられてる中で、ご主人が今別居中なんですけど、別居中のご主人が来られたりして、ご主人とのやり取りとか伺っている中で、いろいろと、ご主人ご自身 の、 問題というか、そのクライアントさんの、奥様じゃなくて、ご主人の問題というのもいろいろ明らかになってきている部分があるんですね。でそういう中で、そのあなた、いわゆる奥さんだけが悪いわけじゃないというか、ご主人にも問題あるんじゃないですか、むしろ、ご主人の問題の方が、今の状況だと、非常に夫婦関係の、修復を妨げていると思うということを、お話ししたんですね。で、聖書を読みますと、ヨハネの黙示録の22章という、新約聖書の一番最後の部分にこういうふうに書いてあるんですよね。黙示録の22章の12節というところに、見よ、私はすぐに来る、それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくるというふうに書いてあるんですね。でそれぞれの行いに応じて報いる、イエス・キリストが来られる時、それは最後の裁きの時なわけですけど、それぞれの行いに応じて報いるというふうに書かれていますね。で、関係っていうのは片っぽだけが悪いっていうことは、ありえないわけですね。で、特に、罪人、我々は全員罪人だというふうに聖書に書いてあるので、罪人同士の関係において片っぽだけが 100% 悪いということはないわけです。だけど感情的にパニックってしまうと、あ、ごめんなさい、私悪かったっていう感じになるわけですね。これ自動車事故のことを考えてみると分かるんですけど、バカ野郎って先に言った方が勝つって聞いたことありますかね。自動車事故、どっかでバーンとぶつかって怒った方が、で謝った方が負けだって言うんですよね。それは何て言うんでしょう、それが 100% いけないっていうことでもないんですけど、100% いけないっていうか、謝っちゃいけないっていうことじゃないんですけど、過失割合っていうのは分かんないわけですよね。だから、バカ野郎って相手がもし言ってきたとしたら、いやいやちょっと待ってくださいと、バカ野郎はどっちかはちょっと冷静に判断しませんかと。で、バカ野郎って、これこういうふうに言うかどうかは別ですよ。でもバカ野郎ってどっちもバカ野郎じゃないわけですよね。人間なんで間違いを犯すので、どっちも間違いを犯してるわけですよね、基本的には。で車の移動っていうのも 100% 絶対に間違いのないっていうことは、ルールを守ってる方が、ルールを完全に無視してる方で、なんて言うんでしょう、過失があるってことはあり得ると思うんですけど、例えば止まってる車にぶつかってくるとかね、そういうのは 100-0 だって分かるわけですけど、微妙な人間関係で一緒に生活している中で、どっちがどれだけ傷ついたかっていうことは分かんないわけですよ。
だけどこの、ご夫婦の場合バカ野郎ってあのご主人の方が言ってるんで、であの奥さんの方がごめんなさいごめんなさいって言ってるっていう、そういうちょっと自動車事故 あのそういう状況なんですよね。でそれぞれの行いに応じて神様の前ではこういうふうに書いてありますね、ヘブル書ですけど、あの全てが裸であり、全てが裸だって言うんですね。さらけ出されていると。どういうことかっていうと、本当の姿、まあ、本性とか言ったりしますけど、本性は神様には分かっていると。でそれに応じて神様を報いられるっていうことなんですけど、まあ、このケースだと、まあ、ご主人があのとにかく絶対に謝らない、そしてあの悪いのはあなただ悪いのはあなただって言い続けてるんですよね。でそれっていうのはもうあの関係として非常に何て言うんでしょうね、不健全な関係なんですよね。人間として一緒に生きてたらあのごめんって謝らなきゃいけないこと必ずあるはずなんです。でも彼がごめんって絶対に言わないということ、そしてあの彼は友達一人もいないんですよね。で僕には友達はいらないというふうに言ってるということで、そういうことを考えるとあのご主人の方にも非常に大きな問題があるんですよね。でだからあのだからといってあのそのあなたが、まあ、女性のこのクライアントさんがあの変わらなくていいっていうことではないんです。彼女にも問題がありますので。だけどあの境界線っていうか、こっからここまでは私の確かに責任があったと、だけどこっから向こう側は彼の責任なんだ、まあ、聖書にあるようにそれぞれの行いに応じて神様の前にあの裁かれる、まあ、報いを受ける時が来るっていうことなんですよね。だから誰かが我々をけなしたからといって我々の価値が下がるわけでもないんです。で誰かが我々を褒めたからといって我々の価値が上がるわけでもないんです。我々は神様の前に、まあ、あるがままっていうか、その罪も含めて、そして私たちがやってきた良い行いも含めて、全て神様の前では裸なんですね。でその裸の姿が我々の本当の姿なんです。でそこで罪の部分、まあ、罪深い部分は変えられていく必要があるし、で彼もその罪深い部分を明らかにされて変えられていく必要があるわけです。だからそのここから先はあなたの責任であって、そしてあなたにはあなたにも変わってもらう必要があるっていうことをあの伝える必要があるわけですね。なぜなら彼のようなそのずっと他の人のせいにして生きてきた人っていうのはもう本当にかわいそうな人なんです。どういうことかというと、誰も彼に真剣に関わってないんですよ。あの多くの人たちは彼がそういうわがままな人間であるということを見てあの離れていってるんですよね。だから誰も友達になってくれないんです。彼本当に彼のことを真剣に愛してくれてる人誰もいないんですよ。で私がその、 あのクライアントさんに言ったのは、あなたが彼を愛する、本当に彼の、 あの変わるべき点を指摘してあげられるのはあなたしかいないんですよっていうことをお話ししました。だからそういう意味で、まあ、離婚回避したい、まあ、離婚夫婦関係修復したいという中で、あの修復の問題、あの離婚回避っていうのが目的じゃなくて、本当にその人がその人として真実に生きられるように助けていく、でその真実な関わりの中で信頼関係が回復されるっていうことが大切なんですね。だからまあそれで、もちろん修復できれば一番いいわけですけど、離婚に至ったとしても最後真実な関わりがあったっていうことは残るわけです。でそれは本当に彼女は僕に真剣に関わってくれた、ある意味本当に僕を
自分の願いを犠牲にしてまで僕を真剣に愛してくれたっていうことを彼がいつか思う時が来るかもしれないですね。そうなった時にもしかしたら復縁の可能性も出てくるかもしれない。彼自身が変わらなければそれはないと思いますけどね。いや彼女は僕は悪くないのに彼女は僕を責めたっていうふうに、彼が変わらなければそのままだと思うんですよね。だからすごく難しい問題ではあるんですけど、でも結局は真実な関わりっていうのが一番重要なんだっていうことなんです。でそれには勇気が必要ですし、それには知恵が必要なんですよね。どこからが私の責任で、どこからが彼の責任なのかっていうのを見極める知恵が必要なんですね。そのために聖書のこうまっすぐな線っていうか、まっすぐな線があって、ここにまっすぐな線があるからこの私の字が歪んでるとかいうことが分かるわけですよね。そのように聖書の言葉に照らして私たちの責任は何なのか、そしてその責任をに対して私たちはどう振る舞ってきたのかっていうことを、どのような行いをしてきたのか、でそこの部分に光を当てて ある意味対決していく、そういうことが大切なんですね。で私は全部悪いと思ってました。でそれは間違ってるんです。じゃどこからがどうなのかっていうのを見極めることはすごい苦しいことだし辛いことなんですけど、でも彼を愛するためにはそれが必要なんだっていうことなんですね。はい、ということで、本当に難しい状況だと思うんですけど、それを助けるためにカウンセリングをしてますので、一緒にねこれからも考えていければなというふうに考えています。これをご覧になっているそのクライアントさん以外の方も自分が全部悪いとかってことは、ほとんどの場合ないんですよね。だからその線を引くっていうこと、責任範囲を明確にしていく、はっきりさせていくっていうことはとても大切だと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。